君、この学校の生徒かい？ええ、そうよ。僕は隣町の学校の生徒なんだけど、アコール先生に届け物があって来たんだ。そうですの。だけど来るまでにちょっと大変な目にあって、肝心の届け物を落としちゃったみたい。いろんなことに使える便利なものなんだけど。例えば？お肌がピカピカになるとか、そういう効果もあるって。マジですの？うん。取り戻してくれたら分けてあげられるんだけどね。光るものなんだ。多分見ればわかるよ。了解ですわ。気をつけてね。いっちゃった。あら、クルーク。なんだ、ラフィーナか。なんだとは何よ、クルークのくせに。そんな口を聞けるのも今のうちだけ。僕は今まで探してたものをついに見つけたんだ。あらそう、よかったわね。私も今探し物で急いでますの。早くここをどいてくださらない？嫌だね。君をどけばいいじゃないか。上等ですわ。だったらプヨで勝負よ。後悔するのは君だからね。
れますわ。それにしてもこの森にこんな小屋あったかしら。薬あるよ、いい薬だよ。え、何なの。君疲れてるね。疲れてるな。疲れてるよ。そんな時はこの薬で。今どこから出しましたの。体にいいよこれ。ほらほら。そんなもの飲めるか。まだまだよ、アバルス。
っちの方に来たって言ってたけど。そこのあなた、この辺りでピカピカ光る石を持ってる人を見なかったかしら。見たっす。超かっこよかったっす。は？かっこいい？さっきメガネの少年が光るストーンを俺っちに自慢してたっす。あれがあれば俺っちも今日からさらにパワーアップっす。うわー、超欲しいっす。それはもうすぐ私のものになるんだから、あんたなんかに渡さなくてよ。正義は勝つっす。俺っちと勝負。
ったわね。さあクルーク、あなたの持っている月の石渡してもらいましょうか。これのことか。なんてこと。残念だったな。私がこの体を乗っ取るのにこの石が必要だったのだ。あなたクルークじゃないの？そう、私はクルークの本に宿っていたものだ。もっともまだ本当の体ではないがな。許せない。旧友の体を返してほしいのか。よくも私のビューティフル計画を邪魔してくれたわね。クルークじゃないならうるさく言われる心配もないわね。とことんボコって差し上げますわ。我が魂、それ眠れ、ネブラ、アバルス、それ、やったわね。目覚めよ、我が魂、眠れ、イグニス、それ、まだまだよ、行くわよ。目覚めよ、ネブラ、目覚めよ、それテド、まだまだよ、行くわよ。エターンテル、余裕だわ。それ捕食の魔王、まだまだよ、行くわよ。アルマージュ、エターンテル、捕食の魔王、言うまでもなかったわね。まさかに戻れるものか。いつものクルークよりは手強かったわ。くっ、復活したばかりでまたやられてしまうとは。ああ、粉々になっちゃってる。ま、せっかくだしとりあえずもらっておきますわ、これ。お前、こいつの体はいいのか。知ったこっちゃないですわ。クルークでよければくれてやりますわよ。ごきげんよう。粉々になったことだし返して差し上げますわ。ありがとう、ラティーナ。これはもともと砕いて使うものなんだよ。そうでしたの？じゃ、約束通り分けてあげるね。これでさらに私はビューティフルに。いいじゃない、眠れ先輩。ピカピカ効果は3日くらいしか効かないんだよね。それまでには僕らも帰った方が良さそうだ。Bye.